中国の不動産王と呼ばれる総法チャイナのハン・セキキツ会長夫妻が先日ハーバード大学に奨学金として1500万ドルを寄付しました学費の負担が困難な中国人学生にハーバードに入る機会を与えるためだそうですこれに対し中国国内では賛否両論の声が上がっていますこの1500万ドルの奨学金はハーバード大学に入る条件を備えているが 家庭のののの年収が6万5千元以下の中国人学学生をを助けるたためだそうですす会長夫妻はまま世界の他の名門大学にも合わせてて億ドルを寄付していますこのことに対し中国では賛否両論の声が上がっています的都是家的孩子而中国大学の腐敗は非常に重要です。 中国の富豪がアメリカの名門大学に寄付したのは、今回が初めてではありません。2010年、中国高齢資本の創設者、張来氏が母校のエール大学に900万ドルを寄付し、議論を呼びました。寄付を批判する声に対し、これらのお金を中国の大学に寄付したら、学術に使えるのはいくらだろうと疑問の声が上がりました。 中国大学之所以办不好的原因，就是每一个大学都是官府，不仅仅是政府的官府，而且它是党委在里边把持，这时候学术自由自然就会受到很大的影响。中国官僚的腐败不可能不浸染到大学中去，这种腐败呢是和这个制度有关系的。アメリカ教育协会的データによると、去年の在米留学生数82万人のうち、3割が中国からの学生で。

教育はは、人生を変えられるると信じる張さんは今の中国人が渇望しているのはは物質面のもののもではないいと見ています。Not food, not everyone crave for democracy. 中国のあるメディア関係者はハン・セキキ夫の寄付は。 4年生大学に入る学生のための奨学金であるため一旦この扉が開かれるともっと多くの学生にチャンスが訪れ影響も大きくなるだろうと評価しました。